はい、どうも藤本動画藤本ジョージです。本日もまた藤本動画のアップをしていきたいと思います。今年もねもう早いものであとは2日かな。今日は12月29日の土曜日ですけれども、またちょっとね最近ドローンのね映像が続きましたんで、今日はねまたレンズの方のお話をしたいかなと思うんですけども、今回ね、ご紹介しますが、またねいつも写真の方でねよくご紹介してましてね、こちらのレンズね、今、ジンバルの方に乗っけてますけれども、この、ソニーの 90mm のね、F2.8 マクロレンズの方を、こうね今乗っかってるのが、DJI のねローニン S というねブラシレスジンバルに乗っけてますけれども、動画の方でね使ってみたらどうなんだろうというふうに思いまして、普段ねこの 90mm ってねさすがにちょっとね中望遠とかっていうこともありまして、なかなかこれでね動画を撮るってことがねあんまりなかった、まあちょっとね飛距離のあるものとかね距離のあるものとかそういうものはね今までね写真とかで撮ったついでに、例えば国自衛隊のね飛行機だったりとか、あとは、羽田とか成田とか行ってね、でっかい航空機とかを動画でちょこっと撮ったってことはねしたことはあるんですけども、がっつりね動画撮影用のレンズとして使ってみようかなと思ったことがあまりなかったんですけども、ちょっとね、試しに撮ってみようかなと思い立ちましてね。でカメラ自体もね前はねα7M2 ね、カメラだったんですけども、今回ねソニーの α7R3 って新しいカメラね、に変わりまして、動画性能もね、MAX の時よりは良くなってるはずなので、AF とかね、そういったこともあって、もしかしたらこれ動画でね結構使えるんじゃないかなというふうに思いまして、ちょっとね試し撮りを、してきました。で今回ね、中望遠なので、こういったねただ手持ちで撮るというよりもね、こういうローニン S とかのジンバルに乗っけて撮ったらどういう風に撮れるのかなとかねいう風に思って、いつもねお世話になっていますクライアントさんの方のね、バドミントン部の方で、ちょっとねテスト撮影という形で、スポーツバドミントンをね体育館の中ですけどね、バドミントンの、皆さんがね練習してる姿っていうのを、ちょっと撮ってきました。なのでねそれをご覧ください。はい、ということでね、とりあえず動画の方を、90mm のねマクロ F2.8 のレンズでね撮ってるんですけども、やっぱりね中望遠レンズなんでね、なかなかちょっと画角がねやっぱ望遠寄りということで、ちょっとねだいぶ、画角の中に入れるのが難しかった、ね、動きのあるものとのは特にまたねジンバルとかに乗っけてるとね、こうやっぱりこう手ぶれこそねしないもののね、こうやっぱりジンバルの動きをうまくこう制御しながら被写体をねこううまくこうフレームの中に入れていかなきゃいけないというのが結構難しい作業で、ちょっとね見づらい映像にはなってるかなと思いますけれども、ただね今回ねこの 90mmF2.8 のねソニーの G レンズで撮ってるんですけど、意外とね思ったより、動画に使いやすいレンズなんじゃないかなというね、この焦点距離とかねその辺はあれなんですけれども、うまくこうね自分でこうね今回ジンバルに乗っけてしまったんでね、余計ちょっと手ぶれこそないものを余計こうなんだろうな、こう自分のこう映したいものをねこうパッとこうカメラを向けるというコントロールが難しかったという部分はあるんですけども、コンチネンス AF、ね、の方で、撮ってまして、こうパッパッとこう、ね、切り替えたところを、ねこのちょっとじわっとこう、ね一瞬今、ねたまにちょっと、ね、こうピントの手前のネットとか持っていかれちゃったりとかもしてますけども、意外とこう被写体をうまくこうね構えてるかなと思います。はい、こちらのね動画の撮影の設定なんですけれども、通常ね動画撮影モードっていうのはね、
α7R3 ないし、まあ、あの最近のカメラみんなあるんですけれども、今回こちらの方はマニュアルの方で撮影しています。 F2.8 でシャッタースピードは、ね、100分の1で、まあ、その他、ね、あの ISO とかで、ね、ちょっとあの明かりの方を持ち上げて、撮影をしている感じです。まあ、AF、ね、あのフォーカスの方は、ね、コンチャンス AF でね、まあ、ちょっとカメラ任せなんですけれども、まあ、それ以外のところは、自分の方で設定を決めて撮影してる感じです。まあ、あの映像自体はね、こう、まあ、ね、あの皆さんからすればあのどこの誰かも知らないこの素人の、ね、人たちがただバドミントンをこう楽しんでるだけの姿なんでね、あまり面白い映像ではないのかもしれないですけれども、まあ、意外とこうね、まあ、このね、ジンバルのこの挙動とか、まあ、レンズのね、コンチェナセーフのね、90mm マクロの方の動きだったりとか、F2.8 でのね、被写界振動だったりとかって、意外とこの辺はね、まあ、やっぱりこうね、こういう動きものをね、ある程度中望遠のレンズとかで撮るというところで、だいぶね、こういう風に撮れるんだっていうのがね、分かっていただける映像ではないかなと思います。はい、まあ、すごくね、こう本当にね、あのジンバルに乗っけてるとね、こう追っかけるの大変なんですよね。何気に今こうね、まあ、あの顔なんかもこうふっとこうね、あの高さを調節とかもこうね、まあ、これもあのスポーツモードとかね、あの DJI のロニー S だとスポーツモードとかがあるんで、カクカクっとこうね、まあ、普通 の、 あの手持ちでこう持ってるような感覚でこう動かすこともできるんですけども、やっぱり何分こうね、レンズ自体を自分で持って動かすのと、まあ、レンズからね、こうニョキニョキって伸びたこうね、あのボディとか首つけてジンバルで持つんだとね、あの同じ、まあ、スポーツモードでやったとしても結構ね、こう追うのは難しかったので、この辺はね、修練が必要なところかなと思います。またね、すごくね、緩やかな動きとか、そういうので滑らかなね、緩やかな動きとか、逆にね、自分が走ってこうね、あたかもこうね、レール、ドリルの上に乗っけたカメラが疾走するかのようなね、そういう映像とかね、結構ジンバルとか得意なのかもしれないですけど、こういうちょっとライブ的なね、動きはちょっとジンバルは苦手かなという印象がありますね。まあ当然ね、まあ、本当にその達人並みにね、こうジンバルを扱い慣れてる方とかだったら、まあ、こういったものでも結構うまく撮るんだかなという気がするんですけど、僕はちょっとね、まだ修行が足りてないですね。なかなか、こう被写体をフレームに入れるの一生懸命でこうね、滑らかな映像を撮るっていうのがなかなかこううまくできてないですね。はい、ただね、まあ、カメラ自体のこう、ね、レンズ自体の映りはね、非常にいいんじゃないかなと。これなんかもちょっとね、ピント今ちょっと遅かったですけども、ピントあってこのね、F2.8 の、ね、背景のボケ具合とこの被写体のね、くっきり映ってるさの感じと、これもレンズのね、特性というか、すごくね、90mm のね、F2.8 の G レンズならではの映りのね、写真と同じ感じですよね。なんかこう、すごくこうね、シャッキリパキッと映ってる感じで、非常にいい感じだと思います。はい、これちょくちょくね、写真とかでもね、登場する、まあね、クライアントさんのところと社員さんですけどもね、まあ、彼なんかもね、こう結構こうね、いい笑顔が撮れたりとかね、それで、まあ、楽しんでるところも、まあ、ちょっと伝わるといいなと思いますね。はい、これね、ちょうど、被写体を、コンチャンスエーフね、α7R3 のコンチャンスエーフと、あとはまあね、この 90mm マクロの方のね、高速性能でしっかりとこう、ね、ピントを掴んでいて、うん、でこう、ね、まあ、たまにこう奥の方とかでやっぱりどうしてもこうピントいっちゃいますけれども、まあ、こっからのリカバリーが早いというかね、かといってそれが写真的じゃなくね、シュッシュッてこうね、なんかスパスパっていうのじゃなく、まあ、いい感じにじんわりじんわりね、こうピントが、映したい被写体の方に戻っていって、うん、なんかね、結構シネマ的な感じがする、いい映りだと思います。このね、まあ、ちゃんとね、こういう風に
まあ、ジンバルに乗っけるでも、まあこうね、もうちょっとジンバルに適した動きの、ね、見せ方とか、あとはまあちゃんとした三脚に添えてね、あの手ぶれしないようにこう、ね、三脚で折ってあげるとかね、そういったような感じで撮影すればね、結構ね、あのもうシネマレンズとしても結構使えるんじゃないかなというぐらいの、まあ、あのシネマレンズなんかもね、85mm なんかは結構ね、本当にオーソドックスな焦点距離なので、まあ、プラス、ね、5mm ありますけれども、まあ、この 90mm マークもね、シネマレンズとして使うのも結構ありなんじゃないかなというふうに、思いますね。ピンドライカットがね、素晴らしいですよね。このシュッとこう、あ、まあ、あのね、当然レンズの性能だけではなくね、あの撮ってるカメラ α7R3 の動画性能というのも、まあ、大きな一因だと思います。 AF の速さとかね、 AF の正確さというのも、まあね、α7R3 の、ね、力が、だいぶ、うん、これね、あの α7M2 の時もね、 M2 自体もそんなに、ね、動画撮るのもね、あの悪くなかったんですけども、まあ、4K は撮れませんでしたけども、ただね、やっぱりね、AF のスピードとかはね、全然 R3 の方が上ですね。特にこちらの AF なんかはね、はい。ね、プロの俳優さんみたいな守備顔してる方をね、テレ屋さんなんでね、ちょくちょくこの後、抜いていきますね。まあ、初めはこういうね、動き物をこう、撮ってたんですけども、まあちょっとね、まあ撮ってる僕自体がね、この、まあ、このお二方はね、カップル同士なんですけども、まあ、非常に仲のいいカップルでね、カップル同士をこう撮ってるのもちょっと何かなっていうのもあって、まあ、そのうちちょっとね、渋いおじさんの方に映画シフトしていきます。こうやってね、はい、ね、渋いおじさん来ました。すごいね、なんかなるべくこう意識しないようにこう努力してるんですけどね、ちょっとね、ちょろちょろっとこうね、意識してる感が出てて、なかなか可愛らしいおじさんですね。まあでもね、すごいね、2枚目だと思うんですよ。なんかちょっとね、時代劇の俳優とかね、なんだろうな、まあ系統で言うと、なんだっけ、ハリウッドの方にね、こう活躍してる日本人俳優、高倉健じゃなくて、ね、尾形健じゃなくて、だからね、ラストサムライとか出てた人、ちょっと名前今ど忘れしては出てきますけど、まああいった系統の顔立ちのね、非常に2枚目なんで、映像映えもするかなと思い、ちょっとね、追っかけてたりしますしてますね。奥のね、若い子はね、お笑い芸人さんですね、そうピンのね、お笑い芸人で、まだね、全然無名の芸人さんなんですけども、まあなかなかね、愛嬌のある可愛らしい、若い子です。はい、はい、ですね。ちょっと若干意識している感じ。でこれね、別に照明とかもね、大概に地明かりなんですけど、結構いい感じの絵じゃないですか。はい、ということで、こちらはね、ソニーの 90mm F2.8 に、マクロン撮れるね、中望遠レンズ、こちらの方でね、撮った動画を、ちょっとご覧いただいたわけですけども、まあね、まあ、動画の最中にも言ってた通りね、まあ、このね、DJI のね、ロニー S というジンバルに乗っけていて、まあ、なかなかね、中望遠のレンズで、なおかつこうジンバルに乗っけてっていうのだと、まあ、僕のね、腕の未熟さも手伝いね、なかなかちょっとうまくこうね、被写体を捉えることがね、できなかったんですけども、まあそれでもね、まあ普通のカメラリグかなんかでこうね、まあこういったね、こういった形で持ってこう振り回すんではなく、まあカメラ、普通のカメラリグでこういうふうにこう自分で撮っていく分にはね、まあ手ブレとかで入ってしまうかもしれないですけども、まあもうちょっとうまく撮れたかなという感じはしています。はい。なんですけども、まあ、せっかくね、こういったロニー S とかも導入してるんで、まあ、もっともっとね、うまくああいったものを撮れるようにね、今後も練習していきたいのと、あと、まあね、レンズの方もね、まあ、この、非常にこうね、
良かったんですけど、またもうちょっとね、やっぱりね、ああいうテニスとか、まあ、バドミントンだとか、ああいうのを取るんだと、まあ、要所要所の使い分けですよね。ずっとこれだけで取るとやっぱりちょっときつい面があったので、まあ、どっちかというと、中望遠など三脚に乗っけて、取る。で、こういったね、ジパッド感の件などね、普段使ってます。28ミリとかね。まあ、せいぜい50ミリぐらいの、もうちょっと広角なやつで、うまくね、こう滑らかな取り方をね。あとは、まあ、スマホの方でね、このロニエスね、こう動きのカスタマイズとかもできるんで、もうちょっとこうね、今、今回、今日ね、ご覧いただいたのは、まあ、デフォルト状態のね、もともとキャリブレーションとかね、あと、なんだ、モーターのこうね、調整とか、このレンズの重さによってのこう調整とか、そういうのは当然やってますけれども、なんだ、こういうパンニングのね、スピードとか、チルドスピードとかっていうのは、まあ、もともとこうセッティングされてたデフォルト状態のやつはね、3つぐらいこうデフォルトで入ってるやつは、それを、ね、使い分けてただけなんで、まあ、もうちょっとね、僕の方がこのローニー S っていうのを、うまくセッティングを出して、まあ、今回のようなね、ああいう室内スポーツとかね、動きの速いものとかね、まあ、今回本当に素人のバドミントン部だったんで、全然ね、まあ、よかったんですけど、これがお仕事とかでね、依頼いただいた場合だともっと綺麗にちゃんと撮んなきゃいけないんで、まあ、もっともっとこう、ね、いろいろこう練習をして、自分なりのね、このローディングの設定とか、あとはこのね、まあ、でもこうスポーツとか撮ってもね、こんだけね、AFC がね、聞いてくれると、このレンズ自体、ね、カメラとレンズの組み合わせ自体はありだと思います、今回もね。うん、意外と、あ、いけるじゃんっていうふうにね、思いましたんで、まあこれ、ね、まあ、まあ本来だったらまあ三脚に乗っけてたりとか、それ、あとはまあね、普通のカメラリグとかで撮った方が、まあ、今の段階ではうまい絵が撮れるとは思うんですけども、まあ、今後もね、こうやってローニエースとかに乗っけて、こうね、もっともっとうまい絵が撮れるようになれるといいかなと思っております。ね、はい。まあ、ということでね、まあ、写真だけではなくね、動画撮影でも非常にこの、ソニーのね、FE90-2.8 マクロ、すごくいいレンズなんで、まあ、僕の中でもこうね、お気に入りレンズの一株としているぐらいね、お気に入りのレンズなんで、ぜひですね、まあ、皆さんに、この撮影に伝わればいいかなと思っています。はい。ということでね、まあ、またね、ちょっと違う形で、まあ、こういった、ロニエスと、ジンバル持ってる写真だけじゃなくて、90ミリね、あとはまあ僕も他持ってますレンズとかも使って、いろいろまた、動画を上げていきたいと思いますんで、藤本動画もね、ぜひともこれからもよろしくお願いします。なんだそう、チャンネル登録とかね、徐々にじわじわと少しずつ増えていってますんで、まだね、チャンネル登録されてない方はぜひともチャンネル登録していただければね、大変励みになります。で、この動画はね、なんかレンズ、このレンズが欲しくなったとかね、買うことを決めたとか、もしね、そういうのがありましたら、ぜひとも、コメントの方にね、書いていただけるとありがたく思います。またいいねボタンとかね、押していただけるとね、大変励みになりますんで、ぜひともよろしくお願いします。はい。ということでね、本日の藤本動画、ソニーの FE90F2.8 マクロで、ロニエスに乗っけて、動画撮ってみたね、まあ、主に見ていただきたいのはこのね、レンズの動画性能ですね。はい、という感じです。はい、ということで本日の藤本動画はここまで。ではまた。